韓国気象庁は、立秋の7日も内陸部を中心に高温を予想している。気象庁によると、7日の予想最低気温は23から28度、予想最高気温は28から36度。全国の大部分の地域では、昼の最高気温が前日に比べて1から2度下がると予想されているものの、 依然として35度近くまで上がる厳しい暑さになるようだ。ただし、予報によると全国で夕立が下る地域も多数あるとみられ、その間は幾分暑さが弱まる可能性も。恵みの雨となるか、人々は期待している。